まみちゃん、お知らせがね、あります。はい、そうなんです。12月7日ぐらいに、うん、マイジャーナル、英語で日記を書こうっていう本を出すことになりました。すごい、すごい、英語で日記を書こう。そう、初の紙の本なんですよね。すごい。で、今日今収録してる日から Amazon の予約が始まるらしいので、うん、はい、ぜひ皆さんね、もうすでにこれはやった時はもう予約は始まってるって、ね、そうですね、そうです、10月20日から予約始まってるんだね、うん、そう、これなんですけど、はい、表紙だけ、ああ本当だ、英語で日記を書こう、言いたいことを英語で言えるようになる、東京生まれ東京育ち、留学経験なしの完璧バイリンガルマミが実践したし、うん、そうだよね、留学経験ないんだもんね、すごいんだな、だから留学してないっていうのはすごいね、うん、どう考えても帰国子女とかしか思わないかね、そんな風に、そうですもん、小林克也さんいないじゃないかね、ね、あの人は FEN で、そうそう、留学したことはないからね、あの人も英語ペラペラだけどね、はい、ということでございまして、また遊びに来てください、それからあの結婚ね、おめでとうございます、ポンポコ婚、ポンポコ婚、ね、もうすぐということでね、ポンポコ婚してください、もし何かで言われたらポンポコ婚ですって言ってくださいね、言います、いろんなところということで、バイリンガルニュースのマミ&マイケルです。